皆さんこんにちは。つながるラジオのお時間です。お相手は松山秀和です。よろしくお願いいたします。この後、6時までの約30分間、最後までぜひお付き合いください。この番組はみんなとつながる広がるをテーマに、青森県の津軽からお届けしております。6月ももう終盤に差し掛かってきましたけれども、もう6月が終盤っていうことは1年も半分過ぎようとしているっていうことですもんね。いやー早いなんかね、毎年毎年もうこの6月ぐらいになるとね、もう半分終わりだねーなんて話をずーっとしてるんですけどもうやっぱりね、それぐらい早く感じますよね。まあ、そうこうしてるうちにまた年末をね、迎えるのかもしれませんけど、ね、私たちが住んでいる青森県はですね、まだこの収録日の段階では梅雨入りをしていないんですけども、まあまあもう梅雨入り間近という感じの装いになっておりまして、雨は降ったり、降らなかったり、なんか降るって言ってもね、降らなかったりとか、なんかそんな感じなんですよね。で、なんか聞くところによると、なんか梅雨入りするっていうのは、まあ、判断の仕方って結構難しいみたいで、気象庁の方がね、まあ、発表、梅雨入りを宣言するっていう報道をよく目にするじゃないですか。まあ、あれってどうやって決めてんのかっていうと、やっぱり2、3日連続して雨が降るっていうことが、やっぱこう一つの判断基準になってるみたいなんですよね。こう明確にこう梅雨入りをするっていうと、こう、例えば、梅雨入り宣言した後に次の日が晴れちゃったりなんかすると、なんだよ梅雨入ったんじゃねえのかよっていう風になんか思われちゃったりもするじゃないですか。まあ、僕ら思っちゃいますよね。梅雨入ったんじゃないのみたいな、なんかずっと雨でいれみたいないてくれみたいな、そんな感覚私はあってですね、なんかその気持ちわかるなと思うんですけど、多分気象庁の方もやっぱ人間なんで、梅雨入り宣言してすぐ晴れっていうのはやっぱ嫌がるらしいんですよ。だからまあ3日ぐらい連続して雨が続くということがあると梅雨入りを宣言どうやらするらしいということなんですよね。で、今年はやっぱ梅雨入りがねかなり遅いと、まあ、宣言がね遅いというふうなこともよく言われてますけど、まあそんな事情も絡んでるんじゃないかなというふうな、いうようなお話でしたね。雨がこう立て続けに降らない、ちょっとこうぶつ切れで晴れ間が覗かせてしまうっていうのは、まあ判断する人もね、ちょっと大変だなって、そんな話を聞きながら思ってましたけどね。青森県の水流はちょっとまだですが、もうそろそろじゃないかなという感じですね。まあ、梅雨入ってもらわないとね、やっぱりいろいろ大変なこともありますし、特に今年は青森なんかで言うと、雪、冬に降った雪が、積雪がかなり少なかったわけなんですよ。少なかったので、まあ、何に影響するかって言ったら水ですよね。水不足にやっぱ影響する、雪解け水が少ないということなので、やっぱ雨がじゃんじゃんと降ってほしい日はやっぱりあるんですが、まあ、肌感覚ですけどね、やっぱそうですね、この雪解けしてからも結構、雨少ないなっていうやっぱ印象ですね。なんでやっぱ農業とかね、やっぱ水がないとすごい困りますから、やっぱりまとまった雨降ってほしいなっていう気持ちもやっぱ私はありますかね。今お世話になってる、農家さん、私は、今リンゴのね、農家さんにお手伝いに行かせていただいておりまして、まあ、リンゴ農業っていうのはどういうもんなんだろうっていうのをちょっと実際体感するっていうことをしているんですけど、リンゴのね畑、リンゴの生産だけではなくて、そこの農家さんではですね、田んぼですね、稲、米も作っているということなんですよ。で、米は何よりねずっと水がやっぱ必要ですから、これ水がねやっぱなくなっちゃうなってなると、これ本当えらいこっちゃですよね。なので早く梅雨入りして、雨じゃんじゃん降ってくれって、そんな気持ちも持っている、今日この頃ですという形でございます。はい、この番組ではですねメッセージもお受けしております。メールアドレスは 797
@fmkinoone.com、 すべて小文字です。数字の797 @fmkinoone.com でお待ちしております。はい、それでは6月の下旬のつながるラジオも始めてまいります。この番組は青森県弘前市で創業46年、弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった、内窓をつけたい、玄関ドアをリフォームしたい、カーポートを設置したい、家の中に手すりをつけたい、お家の困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ、Facebook ページからお問い合わせください。お届けしておりますのはつながるラジオです。お相手は松山秀勝です。さて、今日のつながるラジオでございますが、久しぶりにですね、ちょっと遠出をしまして、でまあ、遠出といってもですね、まあ、なんですかね、こう、新幹線とか飛行機とか、そういう交通公共手段っていうんですか、そういうものを使っての遠出ではなくて、自分の車を運転しての遠出ですよね。しばらくしていなくって、いつぶりかなーっていう、多分コロナの間は一回もしていないので、多分ね、5年ぐらいは経ってるんじゃないかなって思うんですけど、まあ、車でですね、自分の車で、少し遠出をしてみました。お隣、青森県のお隣ですね、秋田県に、ちょっと行ってきたんですけど、なんですかね、高速道路もですね、乗るのが本当久しぶりしばらく乗っていなかったので、ちょっとまあ、日頃ね、運転している人ではあるんですけど、やっぱりちょっと感覚違うじゃないですか、高速道路運転するのってね。少し不安な気持ちを抱えながら、出発しまして、で、最初下道をですね、あの高速乗るまで、全部下道で行きたいなと思ってたんですけど、さすがにそれだとちょっと時間がね、予定の時間がかかりすぎちゃうなっていうのもあって、行けるところまで下道で行って、あ、もうダメだってなったら高速乗ろうっていう、そういうプランでいたんですよね。で、下道で、最初トコトコ行ってたんですけど、まあ、 自分の生活圏から、少しこう出ていくっていう経験はやっぱりすごくいいなっていうふうに思いました。で、特に下道で行くっていうのは非常にいいなっていうふうに感じたんですよね。で、まあ、何がいいかな、良かったのかっていうと、自分は U ターンをしてきている人間なので、この近辺に住んでいるとはいえどもですね、そんなに道を知らないんですよね。自分が高校生の時、まあ、自転車で、動き回れた、そういう生活圏の範囲内でしか、まあ、やっぱり道って知らなくって、親がね、車に乗せてって連れてってくれた場所とか、そのポイントはわかるんですけど、その行き方っていうのがやっぱわからないんですよ。で、そういった遠出をするのもね、僕はかなり久しぶり、車での遠出って久しぶりだったこともあって、まあほぼほぼ初めてな道を走って行ってるわけですよね。そうすると、まあちっちゃい時によく聞いてた、例えば親戚がね住んでいたとかっていう、そういう地名とか、信号のね交差点のこう表示で看板に出てたりするじゃないですか、そこの地名がね。そうすると、ここがあれなのかと、誰々さんが住んでた場所なんだねっていうのが、まあ、初めてそこリンクするちっちゃい時って車乗っててね、気づいたらそこについているっていう感覚なので、あまりこうどの道を通っていったかなって全然分かってないわけですよ。で、まあ、今はもうその親戚もね、そこには住んでいないんですけど、ああ、でもじゃあこの辺に俺来たことあるんだっていうふうにですね、なんかちょっと思いながら、ちょっとなんか感慨深いもの、この辺確かに
見たことある気がするみたいなですね、そういう出会いっていうか、まあ、記憶をこうたどるっていけるというか、なんかそういうのがあってですね、これって高速最初からポーンと乗っちゃうと、なかなかそういう風景に巡り合うことってないんじゃないかなと思うんですよね。ある意味こう一定じゃないですか、高速道路からの風景ってね。そこを一点こう下道で行くっていうか、一般道で行くっていうのは、なんかいろんなことを思い出させられましたね。で、本当にその親戚とね一緒によく行ってた、温泉施設、まあ、当時はプールがあってね、ウォータースライダーみたいなのがあってね、そういう温泉施設が、すごく流行ってて、私も何度も何度も遊びに行った場所なんですけど、自分で自転車でなんか行けるような距離じゃなくて、車に行って連れてって来てもらった場所なんですよ。で、それがねたまたま通り道にあったりすると、あ、ここにあったかっていうね、なんか、昔の友達に会ったような気分というかですね、いろんな思い出がこう蘇ってきましたね。もうその親戚とももう何十年も会えていなくて、ああ今どうしてんだろうなーなんてね、まあお互いいい年になりましたからそれぞれね家族もいて、よし会いに行こうとか、よし会おうよっていうね、そういう感じでももうなくなってしまいましたけどね、ああよく来たなこことか思いながら、で、あとそういうまず風景にね思い出が蘇ってきたのが一ついいことで、それともう一個であったのが道の駅ですよね。道の駅、皆さんも道の駅、沖縄の皆さんもあるのかな、道の駅は。なんか全国にね、主要な道路の、なんか休憩スポットみたいな感じで、ありますよね、道の駅。で、私道の駅結構好きで、いろんなそのご当地のものが買えたりとか、直売の野菜が置いてあったりとか、なんかこう見たことない、その郷土料理的なこうお惣菜が置いてあったりなんかして、新しい発見があるんですよね、道の駅って。で、その土地土地でね、私もこう全国いろんなところに住まわせて、仕事でね会社員時代に転々としてたんですけど、その時もよく道の駅寄らせてもらってですね、ソフトクリーム食べたりねそんなんしてたんですけど、やっぱ道の駅もかなりね下道通ってると点々とありまして、で、全部の道の駅にはね寄れなかったですけど、やっぱり2カ所ぐらいかな、ちょっと立ち寄ったんですよね。で、やっぱ青森県のね、道の駅が一つと、あと秋田県の入って、からの道の駅、2カ所行ったんですけどね、やっぱりちょっとこう雰囲気がやっぱね、県境の道の駅なんで、お互い近いっちゃ近いんですけど、やっぱ県が違うとね打ち出すものがやっぱ違いますよね。ちょうど私が行った秋田県沿いのね、県境の秋田県寄りの道の駅はですね、入ったらすぐにもう生ハゲ、ね、生ハゲってわかりますかね、悪い具合ねがーっていうね、伝統行事っていうんですか、ちょっとこう、赤ちゃんぐらいまでにはいかないのかな、なんか幼稚園とか保育園ぐらいの子の家に行ってね、お面つけた、わらなんかね、もうシャシャシャっていうわらなんかかぶった鬼の形相ですよね、本当に鬼みたいな格好した、大人がって言うけどね、生ハゲがあえて泣かしに来るっていうね、まあ、しつけの一環でやってるんだと思いますけど、そんな行事あるじゃないですか。生ハゲのお面がね、もうバーンとね、どでかく飾ってあって、ああ、やっぱり青森と違うよねっていうのが、こう、すぐわかる。わかりやすくていいっすよね、ああいうのね。あ、なんか違う県来たっていうふうに、こう、わかる。なんか代表的なものがパーンと飛び込んでくるってね、すごく大事なことだなって、そこでもちょっと思ったりなんかしてたんですけど、やっぱ食べ物もね、きりたんぽとかさ、あと、しょっつるとかね、
あとはいぶりがっことかね。やっぱ秋田のね食べ物って美味しいもんいっぱいあるじゃないですか。こう秋田といえばこれみたいなのがやっぱ多いですよね、秋田県って。それがすごいいいなと思って。青森県もねあるんですけど、ちょっとそういうなんだろうな、全国的な知名度ってなるとまだまだなのかなっていう思えるものもあって、ザ・ご当地的な感じのものがまだ多いのかなって。本当にこう地元民だけが食っているっていうものがなんか多いんじゃないかなって気がしてますね。今言った秋田県の名産って、ね、なんか全国的に知られてるじゃないですか。僕ら青森県だとリンゴとかホタテとか、なんかそんな感じはね有名なんですけど、郷土料理って言われるとね、まあ、せんべい汁とかかな、せんべい汁とか、まあ、あと毛の汁とかそういうのもあるんですけどね。まあ、なかなか秋田の知名度にはまだまだ及んでないのかなっていう、頑張んなきゃいけないなっていうところなんですけど、なんかそういうものもね道の駅でやっぱ並んでいて、なんかやっぱこういうのいいよねっていう、なんかついつい買っちゃうんですよね、やっぱ道の駅ってね。帰りに買えよって感じなんですけど、やっぱ長旅だったんで、車の中で食べる用のおやつとか言って結構やっぱ買っちゃうんですよね。なんか餅とかね、なんかせんべいとかね、なんかいろいろ買い込んじゃうなんかね、そういうのはやっぱしちゃいますね。あの道の駅はねすごいこう大好きなスポットですね。秋田の道の駅もねすごく良かったですね。でそこからちょっと待ってくださいね、ちょっと車、今車の中で、ね、収録してるけどね、あまり待ちすぎてちょっと開けますねちょっと音入っちゃうかもしれないですけど、今田んぼのね真ん中で収録をしてまして、一体お前どこで撮ってんだってラジオをねいう感じなんですけどちょうど今日農作業の日で、今農作業の休憩中なんですけど、田んぼのねど真ん中のあぜ道に車を止めて、車の中で収録をしてたんですけど、ちょっと今日はあまりにも車の中暑くて30度近くまで上がってる日なので、ちょっと今ドアを開けました。聞こえますかね、水の音が聞こえるかなと思うんですけど、ちょっと風切りのね風の音も入っちゃうかもしれませんけど、あれですね、これ田んぼに今水が流れ込んでいる音ですね。もう涼やかな音、しばらくお楽しみください。音が入ってなかったら放送事故になっちゃうんでねこれぐらいでやめときましょうかはい、ちょっとだいぶ涼しくなったんで少し車をまた閉めましたけど、話戻しましょうか。その秋田ですよね、秋田で、その秋田にねこう行って、秋田のね知り合いの方と、ちょっと合流をしてですね、でいろいろ、まあ、自分がここ行きたいななんていうふうに思ったところに、ちょっと連れ回されたで案内させられた、本当申し訳ないことしちゃいましたけど、まあ、ちょこちょこいろんなところ、その何箇所もね行けなかったんですけど、行かせていただいて、でそのね、どこ行きましょうかなんて話をしているときに、おっしゃってたのがね、いや秋田はね何もないですよなんて話をされてたんですよね。何もないですよって、田舎なんでって、でおっしゃってたんですよ。でこれ確かにね、僕も青森に住んでいて、ありがたいことにね、沖縄からも、友達が来てくださったり、してご案内をね、まあ、ちょっとここ行きまして連れて行きたいなってところを、行こうって、計画をするときにやっぱ同じこと思うんですよ。青森ってなんもないよねってどこ連れて行こうかなみたいな風にやっぱちょっと思っちゃうんですよね。でこれはまあ謙遜もちょっと入っているのと、あとはね本当に分かんないっていうのも実はあってですね、何がいいのか、そのお相手がどういうところに刺さるのかっていうのが
やっぱこっちも分かんなかったりするじゃないですか。だからこう何にもないことは本当にないんだけど、どれがね、いいのかなっていう判断がちょっとつかなかったりもしますよね。だから、僕も他の県にお邪魔させていただくときって、そういう逆の気持ちもちょっと分かるから、自分がこう案内をしていて、なんかそういう、何もないっていうふうに、ね、なんか思っちゃう気持ちも分かるから、なるべくなんかこういうところがいいよねとか、こういうところがすごいいいじゃないですかって話をなんか したいなってやっぱ思うんですよ。で、僕がやっぱそうされた青森に、来てくださった方が、青森って本当にいいとこだねって、こういうところがいいよねとか、本当景色が素晴らしいねとか、この食べ物が美味しいねとか、ちっちゃいことかもしれないけど、なんかそういうのをたくさん、置いてってくださったんですよね。今までご案内した方って、それってすごく大事なことだなって思っていて、やっぱ住んでいると気づけない、だから地元にいる人が一番地元の魅力に気づきづらいんだなっていうのは、やっぱ自分自身はそう思っているから、だからなんかそういうね、何にもないんですっていう風なところに、なんかこうおっしゃるところにね、お邪魔した時には、なんか一つでもいいし、どんだけちっちゃいことでもいいから、なんかこういうことがいいねってなんか言えてる自分でありたいなっていう、そうするとなんかその地元愛が湧くじゃないですか。あ、本当に気づいてなかったら、あ、確かにそうかって思えたことは自分が結構いっぱいあったんですよね。だからそういうのってね、やっぱ地元に住んでないからこそ気づけることってやっぱ多いんだなってちょっと思っているので、で、今回も秋田行った時は、大したことは言えてないんですけど、でもなんかすごく本当に素晴らしいところばっかりだったから、そう、道の駅から始まってね、で、道路の景色も素晴らしかったしね、いや本当素晴らしかったし、美味しいものもたくさんあったし、なんかね、ゆったりとした時間が流れてるっていう雰囲気もね、すごく良かったし、青森県と同じで、北東北って言われる、東北の上の方ではあるんですが、でもやっぱり違う雰囲気っていうものをね、なんか味わうことができたんですよ。だからやっぱり僕はその青森にね、帰ってきてからも青森県内を出歩くことも実はあまりしていなくって、で、秋田県にも行ってなくって、岩手県も行ってなくってっていう感じなので、なんか今すぐじゃなくてもね、この人生の時間を使ってやっぱり訪れていきたいなっていう風にちょっと思いましたね。いろんな県、沖縄もね、去年行かせていただきましたけど、本当素晴らしかったし、まだ行ったことのない県っていうのもね、たくさんあるので、車で行きながら、なんかゆっくりね、その直売所、道の駅とかいろんなお店寄りながら、なんかとことこ行く旅もいいなって、そんなことを感じた、旅でしたということです。はい、エンディングのお時間となりました。毎週日曜日5時半からはつながるラジオをお届けしております。ですね、最近私リンゴジュースの販売をしておりまして、いきなりなんだって感じなんですけど、青森の農家さん、オリジナルで各農家さんがですね、実はリンゴジュースを密かに作っていたりするんですよ。で、市場にネット販売とか市場になかなか出回らないんですけど、めちゃくちゃ美味しいんですよね。そりゃそうですよ、リンゴジュース、リンゴ農家が作ってますから、まずいわけないわけです。で、私が今お世話になっているリンゴジュース、リンゴ農家さんのジュースも、密かに、お分けしておりますのでですね、販売しておりますので、YouTube ご覧いただけている皆様、YouTube の検索窓で、つながるラジオとカタカナで検索していただきましたら、出てくる
黒いアイコンに白字でカタカナでつながるラジオというものですね。アイコン、そちらにつけていただいてですね、今日の放送回、概要欄の方に、そのリンク、Google フォームのリンク貼り付けておきますのでね、よかったら興味あるよって方は覗いてみていただければ、3種類の味、100%、リンゴ 100% 使った品種ごとに味が違うっていうですね、飲み比べもできちゃうっていう、3つ、1本ずつ買えますんでね、1本から買えますんで、よければ飲んでみていただきたいなというふうに思ってます。沖縄でもですね、友人知人が買ってくださってですね、ありがたいことに、本当ありがたいことに青森から沖縄まで発送もいたしております。はい。で、全国発送しておりますので、ぜひぜひ、本当うまいんでね、マジで他の飲めなくなりますから、よかったらリンゴジュース、見ていただきたいなというふうに思います。はい。毎週日曜日5時半からこちらのお時間でまたお会いできればなというふうに思います。あ、そうだ、あとブログのね、毎日投稿してますんで、同じ YouTube の QR コード、画面 QR コードから飛んでいけますんでね、毎日何かしら情報発信してますので、松山秀和でね、検索しても出てきますけど、ググっていただいても結構ですし、何かね、ちょっとこう、つながっていただけたらなというふうに思っております。それではまた来週同じ時間にお会いいたしましょう。それではさようなら。ありがとうございました。